吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。ここは町田市の原町田地域です。この辺りは非常にこのコインパーキングが多いところなんですが、私のこの車はもう雪のために全く出入りが行かなくなっております。この間もこの有料のこのこうしたコインパーキングというのは料金が果たして加算されるんでしょうか。昨日雪が多くて出れないでそのままにしておったんですが、今日ももっともっとひどい状態になっております。非常にこのこうしたところで料金が取られてしまうとなると不本意なんですが、果たしてどういうもんでしょうか。もっともっと私のところよりも雪の深いところの駐車場もこの周辺には見られますが、果たして皆さん方どうやって出ていくんでしょうか。先ほどのブルトーザーは遠くに行ってしまいました。どうしたところ道路の真ん中だけを取れるような状態になったのか、ブルトーザーで雪がかき分けるというような状態にはなってないところです。もう今日土日になりますと20わずか20分で100円ですので、1時間も300円、10時間も止めると3000円にもなってしまうというようなところのこの駐車場の状況です。ぼやきが出てくるのは仕方ないと思います。皆さん方これだけの雪をどうやってかき出していったらいいんでしょうか。終わります。